シーズン1第2回目は続トルーマンですね。では一気に呪文で歴代政権を覚えてしまいましょう。都民の愛嬌、謙遜民主、何クソ度胸と肩を民、走れ合衆、金色ミンクの武器を見て。もう一度いきますと、都民の愛嬌、謙遜民主、何クソ度胸と肩を民、走れ合衆、金色ミンクの武器を見て。で、今回もこの部分ですね。以下が主なスローガンですが、前と同じくトルーマンはフェアディール政策と封じ込め政策ですね。それではこれから細かく見ていきます。今回はアジア方面について見ていきましょう。1949年10月には中華人民共和国が成立してしまいます。アメリカが支援していた蒋介石は台湾に追いやられ、国共内戦で共産党が勝利してしまったわけです。これはトルーマン政権のアジア政策の大きな失敗とみなされ、共産主義者告発の赤狩りの背景となりました。ともあれ、チャイナの大陸は丸々スターリンの手下の毛沢東のものになってしまいます。そして1950年2月にマッカーシーは赤狩りを本格化させます。ここで中華人民共和国成立についてのエピソードを紹介しておきます。第二次大戦後間もない1945年12月、トルーマンはマーシャルを訪中させるのですが、マーシャルは国民党への武器の支援を遅らせ、蒋介石に毛沢東を攻撃しないよう要求しました。国民党が当時は優勢だったのに即時停戦を迫ったわけです。この停戦期間中に毛沢東は体制を立て直して力を盛り返し、1949年共産党が勝利してしまったのですね。マッカーシー上院議員は自分の本の中でマーシャルの背信外交を追及しています。もともとフランクリン・ルーズベルトの取り巻きのほとんどが隠れ主義者だったこともあり、アメリカ国内で共産主義者の裏切り者を探す赤狩りへつながっていったんですね。ちなみに後に大統領となるニクソンやケネディはマッカーシーと親密だったらしいです。さて、ハリウッドも赤狩りの標的になり、1952年喜劇王チャールズ・チャップリンもハリウッドから追放されてしまいます。レーガンは逆に赤狩りブームに乗って反共主義者に転身していますね。さて、1950年6月25日朝鮮戦争が勃発します。7万5000人の北朝鮮軍が突如北緯38度線を越えて侵攻したんですね。マッカーサーのインチョン上陸作戦など北朝鮮打倒の中、中国は義勇軍を介入させます。ちなみに核の使用を提唱したマッカーサーはトルーマンに首にされています。朝鮮戦争は冷戦がヨーロッパを越えてグローバル化したことを表しているわけですね。そうした中、1951年日米安全保障条約が締結され、日本には共産主義に対する防波堤の役割を見出されます。これと同時にサンフランシスコ講和条約も結ばれて、日本はやっと独立を回復します。そんな状態だったんで、この時の日米安保条約はものすごく一方的な内容となってしまいました。ここでもう少し朝鮮戦争について細かく見てみます。実は1950年の年初から CIA は今週にでも起こると可能性を指摘していました。そんな中、5月にアチソン国務長官のディフェンスパラメーター演説がなされます。その中では太平洋の防衛ラインが示されたのですが、なんとそこに朝鮮半島が含まれていなかったわけです。というのも、1947年には統合参謀本部がトルーマンに朝鮮半島は戦略的価値がほとんどないと報告していたり、マーシャル国防長官が南朝鮮から手を引くべきだと発言していたりという背景もあったかは知りません。当時の韓国の李承晩政権は一族が腐敗しきっていたらしく、アメリカも手を焼いていたようですね。さて、6月25日、ソ連はアメリカの防衛ラインから朝鮮が外れているのを見て取って、キム・イルソンに進撃を命じます。9月15日にはマッカーサーのインチョン上陸作戦で北朝鮮の退路が断たれます。しかし11月に中国義勇軍が介入して北朝鮮側の反転攻勢が始まり、
以後は膠着状態となります。もしこの時中国が介入しなければ韓国によって統一され南北の分断がなかった可能性も考えられます。そうすれば北朝鮮の核開発や拉致事件に苦しむ必要はなかったかもしれませんね。しかし中国が介入しちゃったのは事実なので仕方ありません。結局1953年7月27日にアイゼンハワー政権の下で休戦協定が締結されます。今でもまだ休戦状態で戦争自体は終わっていないのが現実です。トルーマンは前政権のフランクリン・ルーズベルトがめちゃくちゃだったのでその処理に追われてスターリンに有利な状況となっていきます。今回はこれまでです。では続きは次回。